こんばんは。こんばんは。さあ始まりましたゴヤドッコイのオリジンアワーの時間でございます。はい、はい、本日のお相手は、与那原の上がり浜マリンタウンのローソンに、一言申したいすっとこどっこいそばショート。おお、なるほど。私もですね、先々週ぐらいにラジオドラマに物申したんですけども、また一つ物申したい系のラジオドラマが見つかりました。三遊亭プーキーでございます。ごちゃごちゃそんな、円楽みたいに。そしてごちゃごちゃそんな、そして無職って楽しいな、元オリジンコーポレーション所属の元芸人ジャリスケです。あ、お願いします。お久しぶりです。お久しぶり。おい、なんかでも本当にありがとうございます。この心よくやっぱオリジンアワーって番組自体憧れだったので、すとこさんが、ジャリスケいいよ全然出ていいよということで、まあ本当ジャリスケが芸人やってた時から仲良くしてたもんな、俺たちは。お二人と本当に仲良くさせていただいてたので、ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいですね。あれ、そばしょ、なんかめっちゃ不機嫌だけど。あ、いや別に不機嫌ではない、普通のいつものテンションでやってるつもりだけど、なんか違う。あれ、なんかテンションが違うの。だいぶ不機嫌っすけど、ね、どうしたどうした。あ、でもほんとこいつ出すからな、出すタイプだから、嫌いなやつ目の前にしたら態度に出すタイプではあるけど、あの上がり浜マリンタウンのね、いや興味ないよ、ローソンにね。そこはもう興味ないわ。なと思ってるんです。まず解消せ、ここのボケ、ここのボケを解消せ。何がでも なんでそんな怒ってるんです。怒ってるというか、いや怒ってないし、別に何も、普通にいつも通りだし。あ、スタジオの外の方がすごい賑やかですけど今日はね。そう、今日ヒープーさん来てるんだよな。一応マジでなんか撮影でね、僕の昔一緒にラジオやってたサコムさんっていう方も見に来てくれてるんですよね。釣り名人、釣り名人のサコムさんっていう方。エアソフトチャンネルの。あ、そうそうそう。ああ、間違えた。まあまあ、そうそうそう。あ、立てます。じゃあラジオじゃ伝わってんばよ、ここの感じ、この感じ。何が何がどういうこと。じゃあなんでそんな不機嫌なのさ、そばしょ。なんでよ、そんな仲良くさ。で、ラジオだけじゃなくて、だ今、なんか不機嫌そうにわざとしてるとかじゃなくて、なんなら待ち時間ずっと不機嫌でしたから、ね、あの本番始まる前にそばショーに対してジャリスケが、あの今日お願いしますって言ったら、だから今だけじゃないですかね。もう入ってきた時から不機嫌、裏表なくな。普通だったら、普通の芸人だったらなんか本番前はあ、じゃあよろしくなみたいな言っといて、なんか本番になって、いや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 みたいな、仲悪い感じじゃないですかってなって、なんかバチバチにやり合おうぜ今からみたいな言うんじゃなくて、静かなる怒りをずっとやってるから気まずいやつな。なんか不満がないと。何しに来たん今日マジで。何しに来たのお前は。いや、もうそれはもうそばショーに対する。なんか告知があるんでしょ。あ、めっちゃ告知もあります。もちろん。じゃあ告知してよ、告知してよ。はい、今年度の7月11日にですね、沖縄県教職員採用試験の方がございますので、教員免許持ってる方は、みんなで受験しましょう。よろしくお願いします。ふざけんなよ。何の告知だ。教職員足りてないので、やっぱり沖縄県のやっぱ学校をみんなで、しっかり教育をしていきましょうっていうね。まあまあ、そう、そばしょうね、久しぶりすぎて声震えてるやしょ。このジャリスケがもともとオリジンコーポレーションにいた、まあ俺たちと同い年の芸人で、そこでその辞めてオリジンコーポレーションね、で、はい、今教職員として、まああれか、準公務員っていうの、まあみたいな、本採用ではないけど、まあ、ちょっとあの教職員の関係の仕事についてて、で今は無職で、その採用試験だから、今言った7月11日の採用試験に向けて今勉強中っていうことですね。はい、そういうことですね。本当に今日は本当にありがとうございました。ちょっと告知のレベルがなんか違うというか、イベント系でもないし、本当ありがとうジャリスケ今日ね。いや、構図を変えるな。さっきまでジャリスケプーキー2のそばしょ1だったのが、じゃあ俺悪いところなの、あのオリジン事務所のライブの前日のやつだから、これ、ネタ作りネタ作りやってたら、もうノリね、2人でパッパラーズいじめるっていう、すっとこどっこいが、パッパラーズとすっとこどっこいっていうコンビがオリジン事務所、まあコロナの前はね、もうずっと夜中、もう朝方までネタを考えてた、まあそのメンバーでね、よくふざけ合ってたんですよね。
なケツのな穴見せ合いっことかやったな。やってたな。いや見せ合いっこじゃないですかね一方的にそば匠さんが見せてきただけの話なのでちょっとなんかでも違うな、思ってたのと違うな、もっとなんかバチる感じかな思ってたけど。いやいや、だから僕は先週の放送も聞かせていただいてるんですよ。おうおうおう、先週あのプーキーさんがジャリスケ久しぶりに会いたいから次のオリジナルはゲストで出さないかってそば匠さんに言ったら、なんかそば匠さん、いやいや俺あいつ嫌いだから無理無理無理、うん、出さないと。でなんか怒ってることもあると。うん、そこもあのちゃんと決着つけたいなって思って、そうそう説明したい。まずああいいよ、その確執をな、まずな、まず1個目はあのそう、もうだから俺そのテンションで来てるから、はい、あのそば匠さんが違うのよその待って、はい、違うのよ、俺そのテンションで来てるからこっちに合わせてくれるのかなと思ったらめちゃめちゃ話しかけてくるからさ、はい、あれ思ってたのと違うなって思ったっていう入り口、ね、だからそれはラジオでいいじゃない。入り口がね。じゃあ 今からやりましょう。今だから今からそのテンションで来てほしい。はい、だから先週の放送で言ってくださったんですけど、うん、だからそば匠さんを僕がいじったから怒ってるというのがあって、まあちょっと、はいはい、バカにする節はあるな。いやだからその前回の話で言うと何よその。だからそば匠さんがまずね、うん、高校時代にいやもう笑ってるって笑ってるな、もう笑ってるでしょお前。高校時代にだから嫌いなんだよてめえのことよ。革靴を履いてたと。しかもただの革靴じゃないですよ、尖ってるやつ、あのホストとかがやるやつを高校の制服にそれをつけて写真撮影で写ってるわけじゃないですか、集合写真で。写ってるよ。でもこれはいじっていいでしょ。いやいじるもんじゃないだろそこは。でも確かに俺も大爆笑してその写真見た時は。お前のなんでいじるポイント。 あるさ、高校時代の時生きってるな俺っていう写真だったのよ、もうお前が。じゃあ なんでその生きってるのが一番出てるのが靴だったわけよ。革靴とんがってるホスト気取り生きりっていうか。で、うん、前列に座ってるじゃないですか。そうそうそう。だからもう革靴見せに行ってるんですよ。そう、見せに行くために前列に座るかい。でダルピースな、ダルピース。ダルピースはするやから高校生はみんなダルピースするやし。下に名前書かれるじゃないですか、この集合写真って。誰、うん、衣服ショーみたいな。うん、衣服ショーかっこ革靴って書かれてましたからね。書かれてるかや。もうそういうとこ変なボケ。書かれてましたから。だからめちゃめちゃ変なボケしてるわ。でも俺が今まで仲良くねジャリスケと付き合いがあって、本当こいつこんな笑うんだっていうぐらい笑ってたからな。一応だから悪魔みたいな笑い方してたから。何が革靴がそんないじるポイントは。あれがもし例えば3列目とかで写ってて革靴がもうちょっと見えてるとかだったら、ああだから店に行ってないからあんまいじらない方がいいのかなみたいな。あでも前列に居座ってるってことはもう革靴を店に行ってるっていうことだからな。もう革靴の分一番カメラのレンズに近かったっすかね、そば匠さんが。尖ってるから全然何て言うか分からん。尖ってるからいじりが広すぎて全然何ていうか分からんくなる時あるから。革靴もとんがってて、衣服ショー自体もとんがってたってことだな。高校生革靴とんがり、はい、履くでしょ。はい、履いてたか。履いて言ったら履いてる人が履いてる人が何名かそれはいましたよ。いただろ。でそれはもういいんですよ。でそれをちょっとやっぱ芸人やってたから、うん、ちょっと革靴履いてるじゃないですかそば匠さんみたいなやったら、まあ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 、いやお前いじんなよお前あの革靴いけるぜお前みたいなことやるんかなって思ったら、まあまあね、なんか、うん、それでなら悪いこいつバチ切れるのよ本当に。お笑いとかじゃなくてバチ切れるから。何が悪い。じゃあだから、うん、俺からしたらそのいじるポイントじゃないというか。だからそれが面白いさ、そこの面白さがだから分かるからいじられても別に気持ちよくないし、なるほど、はてなになってるから俺も確かになって思ったら、いやちょいちょいちょいって言い切れるけど、でも高校生で革靴履くって生きってるやんにってなるさ。そうそのだから生きてたなっていう。生きてなかったんすか。じゃあ生きてないし。生きてないか。生きろうとして別にとんがりの革靴履いたわけじゃないから。じゃあ初めてこの革靴履いた時どういう気持ちで。いや違うだから買った革靴がただとんがってただけだから。好きになった俺が最初別に買おうと思って買ったやつがただ単純にとんがってただけで。いやでもお前高校生で確かに後からまん丸があるんだっていうのを知っただけだから。あ丸い革靴がある。分からないまま一番最長の革靴買っちゃったんです。それを前列に並んでと言われて前列に座ってこれで普通に座って高校生特有のダルピースしたら全部いじられる。だってなんかどういうこと。
あの漫画とかでよくキラキラの星みたいなの出てたもん、あれ革靴に。なんかあの磨いてるからね、磨いてるからちゃんと徹底的に店に行ってるから光ってんかっていうことすごい、あの晴れてる日なんだなって分かりましたもんね。太陽が革靴で反射して白は高校生で俺見てみ、外歩いてる人たちみんな革靴とんがってるし、女の子だったら分かる、ローファーってやつだったっけ。あ、まあね、女子はね。でも確かにいたか、俺たち。いたわ、高校の時と思って。お前ら学校にクソみたいなしょうもないやつらしかいなかっただけだろ。まあどちらかといえば白スニーカーやんに、俺たち世代、うん、あの太めのね、太めのやつね、ティンバーか白スニーカー、重そうなやつ、重そうなやつね、流行ってたさ。だから確かにその中で多分こいつあのクローズとか呼んでたから。あ、そっか、あのスズラン高校に憧れて、あの革靴入ってたんだと思う。こいつ影響されるから、す蹴りで倒そうとしてました相手を。俺たちさ、こいつ蹴りで喧嘩だったら蹴りで言ってました多分。あの、そこは、あ、そこはいいよ、そこは。あ、じゃあ、まあ、要は価値観がちょっと違ったってことですね。まあ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 、そうそうそう、話としては、まあまあ、お笑い寄りじゃない、うん、別にまあいいかなって思ったけど、はい、じゃあ違うやつ。あ、じゃあもう一個は、うん、あの僕、あのそば匠さんと一緒に飲ませていただいて。そう、仲いいよ、だから二人で飲んでたんでしょ。で、あ、プリューシュン、あの元相方のプリューシュンっていう、そう、芸人も飲んでて、そば匠さんのお家に泊まらせていただいて、でその時にそば匠さんのお風呂を借りて、うん、で、まあ、このボイラーを入る時につけるじゃないですか、うん、で僕がこの消し忘れてしまって、うん、それが次の日の朝までボイラーがつけっぱなしになってて、そば匠さんが消してくれたと、うん、っていうのを、まあ、そば匠さんから、まあ、その時は僕気づかずにお家帰ってて、うん、なんか後日ね、言われ方が気持ち悪くてなんか普通にジャリスケ、お前ボイラー消し忘れてたから お前先輩のお家泊まる時とか気をつけた方がいいぜみたいな。まあまあまあ、うん、まあ言わんけどね、うん、普通は。そうそう、まあ僕も、まずは、うん、僕も言わない絶対。まあ俺も言わんけど、まあまあ、まあまあでも、まあ、まあそう言うんだったらね、言ったら、そう言ったら、あ、すいませんって言えるけど、うん、なんかお前選手の俺は聞いたみたいな急に、え、なんすかなんすかみたいな、あ、聞いてないならいいやみたいな、で、なんすかっつって、いや、ダブルパンチなんだ、なんか、お前、あの、やってはいけないことやってるからさ、俺に対して、みたいな、っつって、うん、あの、いや、聞いてないならいい、聞いてないならいい、でも、あの、人としてありえんことしてるから、みたいな、あ、でも、そうなったら、なんか、ジャリースケモノ、は、俺、そんな悪いことしたてみたいに、そしたって言って聞いたら、ボイラーの話で、ボイラーかいって思って、それで、なんか、一応、なんか普通に言われたらすいませんって言うんですけど、その時もあったら、いや、ボイラーかいってやっぱ僕の中では、あれだけ振っといて、人としてありえみたいな、そで、まあ、すいませんだけど、そんな怒ります、まあだから俺も怒らんからだからっていうのが強すぎて、一応謝りはしたんですけど、なんかまあ心の中では、いやいや、そんなことでっていうね、そう、ラジオでまで話して、なんかありえないみたいな感じで来て来られたから、一応謝ったけど、なんかまあでもそんなに怒るんだったら、じゃ あのその分のお金払えますよ。はい、そこのポイントですそこのポイントです。あ、でも確かに開き直ってるな、そこのポイントです、うん、まず謝って僕が切れてるのはそこのポイントです。でも一回謝った上で、全然反省してない、全然反省してないお前。じゃいやいや、こんな熱量高めに言い合う論争じゃないじゃ、しつこかったんですよ、とってもしつこくて、だからこの1回が終わった後も何回も何かあった月に、まあジャレスケはボイラケさんからなとかあ、でもそれをいじりにしてるんだったらいいけどな、うん、そうで、プリューシュンがその時泊まって、で、相方、ね、で、あの時実は僕だけじゃなくて、プリューシュンって肌荒れする人で乾燥しやすい、そうそう、足にそのバーユクリームって言って油のクリームを塗ってあったな、それで、あの、そば匠さんのお家を油量もちゃんと言って、量、塗る量も塗る量、まあ結構3センチぐらいは指で入れて第二関節ぐらいまでお前4本指の第二関節までグリーンえぐり取って塗って、でそのよ、だからプリューシュンがだからそば匠さんのうち歩き回った足跡は見えましたもん油で、あ、でそれに対しても怒ってた、そう、それでもそれは怒るわ、でそれで、そこでプリューシュンはそば匠さん、まあ、止めてくれてありがとうございましたっていうのと、クリームすいませんみたいな感じで、なんかお菓子をそば匠さんになんかあげたんですよ。あー、なるほど。でそこから始まるんですよ、そば匠さんのプリューシュンはこうやって詫びのもの持ってきたのに、ジャリスケは何もないわけねみたいなやつあ、それをぐちぐち言ってきたから、ま、うん、もうちょっとイラッときて、じゃあ払いますよって言っちゃった、だったら金払うよってそのなんかねちっこくてでそば匠さんの場合本当にお笑い8割でも2割本気で怒ってるからいや
こいつ本気4あったよ、うん、本気4あった。相当ボイラーの件めちゃくちゃしつこかったから、ね、本当に。いやもうボイラーだけは絶対忘れないな、うん、絶対忘れいやいや、プリウシュンのバーユクリームの方がやばいだろそれを床にねつけて回って、金で解決しようしただろお前。いやでもだからそこまで言うんだったらじゃあ金払いますよ。あもうそこのポイント金じゃないのよこの問題は。じゃあ何をどうしたらよかったのよ。そこはもう誠意さ誠意、うん、あ単純に謝れと。それはでもうわマジっすか。じゃあ入り口一発目違うのよ。一発目がうわ俺だったらね、うわマジっすか本当すいません、うわで申し訳ないです、もう怒ってるっていうのは分かるから。だからそれは相手がね、それはそれだったらもう思ってなくてもそれはくらいの姿勢で。ちょっと待って今俺喋ってるから落ち着こう落ち着こう。ラジオ久しぶりすぎてるかもしれんけど喋ってる人一回待って一回あまだあるんすね。俺だったら逆にこういう立場でこのポジション、うん、このスタンスで行く。まあ先輩から言われたら怒ってるっていうの分かってるから内容を聞いて、うわマジっすかすいませんでした、嘘でもいいからやればいいさ、えそんな怒りますって一発目行きよじゃあだから普通に言ったら普通に謝りますよと。なんかいちいちラジオで言ったりとか、お前聞いたとか、なんかお前ありえんことしてるみたいな前振りがあった上でラジオ聞いて、いやそんな振っといてボイラーかいってこっちはもうなってるんで。いやそのハードルとかそんな面白い話とかでもないから、別に俺はそれを知ってほしかっただけだし、っていうか逆にラジオも聞いてくれてないんだっていうのがそうだよね。家に止めてるのに、家に止めてる環境関係性こう傷ってる傷がってるのにボイラーだけじゃないじゃないですか。なんか全然聞いてないなっていうのもあったし、でなんだったらプリューション逆に聞いてたからラジオ。だからラジオじゃあラジオ聞いてない分のお金払いますよ。じゃあそこお金お前こいつお前これお前これ距離遠いからってお前これじゃあ一応本当にじゃあもうこれはもうやっぱ人間って金でしか解決できないと思うから、うん、一応もしボイラー代だとしたらいくらもらうの蕎麦賞は。いや金じゃないです僕の中では。だからもう金じゃないんですよ。じゃあまあまあでも基本性は僕が悪いってのは分かってますよ、まあ、確かに。ただ言うそれ後輩にえ言うえ自分別に蕎麦賞さんが落ち止まって朝までボイラーついてても別にあそっか場所とか自分がちゃんと説明しなかったなとか、人んちのボイラーのあれ分からんからな。そうで場所分かってたとしてもまた自分のうちと勝手が違うから、まあ別に気づいても言わないかなって思って。お前逆にじゃあなお前これ先輩がサネさんとかだったらどうすんのお前。いやサネさんのお家行ってボイラーつけっぱで帰るかお前。じゃあサネさんはボイさんのお家行って、じゃあサネさん言わんってこのボイラーサネさんとかお前ボイラーサネさんが言わんかったとしても行ってきたらどうすんのって。お前行ってきたらどうすんの。じゃあサネさんこのラジオで振ってる、そう全く俺と同じ入り口で話しかけてきてお前ラジオ聞いたお前俺のとんでもないことしてるからなってサネさんでラジオきで聞いてボイラーかいってなるさ、お前ボイラーかいってなるんだろ。いやボイラーかいってなりますよ。で謝る、どうやって謝るの。お金払いますって同じこと言うの。あそれをサーネさんが本当に2週間ぐらい、うん、なんかプリューシュンをこうやって誠意示したのにみたいなぐちぐち言ってきたら、うん、あじゃあその分のお金払いますよって。腐ってんな俺、まあ、オリジン辞めたからね。もう辞めたから辞めてなかったら言わないですよ。辞めてなかったら言わないんだろ。だからサーネさんに、はい、辞めてなかったら言わないですよ。でもその当時はお前オリジンにいたから、ね、いたからな。はい、だから人を選んでるってことで、人を選んでるんで、人じゃないそんなことしないからまずだからそこはもうあだから軽蔑してしまったんだよね。人として普通こんなこと言わないのに、そうここの人やばみたいななっちゃったってこと、ね、でそれでもだから普通に言ってくれたら普通に謝るよっていう、うん、ただなんかラジオとかなんかいろんな策罠を仕掛けて女子高生の陰口みたい な伝え方で裏でなんかあいつありえみたいな文句言っといてのまあ聞いたかみたいな最終的にああして聞いてんばやっていうな、うん、で聞いてもなんかあそれでそんな怒ってたんだ、申し訳ないけどそんな言わんよなって。やっぱ申し訳ない気持ちはあるんでしょ。でもあもちろん消し忘れた、そこだけ見せたらいいやしじゃんこんなに怒ってる人目の前にいるんだったらこの場を丸く収めるんだったらその姿勢だけ見せとけ。だから僕も 若さもあってで蕎麦賞さんとも仲いいっていうのもあって同い年だしな一応、うん、まさかなんかお笑いで怒ってるだろうなっていう、そんな、まあまあ本気で怒ってんのこれっていうのもやっぱあってしかもラジオ先行で言ってんのって。そうだからやっぱりちょっとお笑いなのかなって思ってボイラーかえて言ったら、うん、その後陰湿なこのボイラー陰口がずっと続くからその続いてる時にあこいつ本気やすさって気づいてあのタコライスあげましたよ、うん、あげた緊張の妙なタコライス。そのタコライスも人からもらったやつ俺もらったから、はい、もう俺のために買ってきたタコライスじゃないわよそもそも、うん、職場で知らん人からもらいましたって言ってそんな食えるかよめっちゃ食ってましたけどね食ったよそれ。いやまあだからその
まあでももう時効ですよね。まあでも本当にね、うん、今こうやって喋ってお互いの心が清らかになったっていうのは非常にいいことだと思うな。山がよや。この論争でちゃんと話し合えたっていうのは良かったと思う。だからそのままゆいパックプロジェクトに行けるな。行けるか。この気持ち、このすがすがしい気持ちで。うん、思ったより思ったより言い合い長かったから、あのスムーズにいかんといけるからね。あと来週、あでも今週で終わりか。ゆいパックプロジェクトでお前がそば匠さん言えっつって。ボイラーの消し忘れあれどうにかなりませんかってゆいパックプロジェクトでメール送ってたら最高に面白かった。じゃあそのメール来てたとしても俺読まんから。あ、ね、あ削るこっちが主導だから。読む読まんはこっちで決まるから。はい、ツイキャスコメントいろいろ来てますよ。たけしさんからこんばんはとありがとうございます。ありがとうございます。キューグしかしの俺さんミーズいないんかーい。いやいないわ、だいぶ前からいないですからね。今日はジャーリーが来てますね。たけしさんからジャリスケいるんだと来てますね。あ、そうだ、ツイキャスで今ご覧の皆さん、あのジャリスケの映ってないんですけど、ちょっともうジャリスケがあの僕ちょっと顔出しとかはちょっと無理なんでみたいな、ちょっと一般人映ってて、それも何なの、うん、それも何なの、それも何なの。いいじゃん別に。だからなんかあのちょっといやラジオでやるんだったらツイキャスもやってんだからさ顔も出せよ。まあまあまあ確かにね。YouTube 配信とかもだからちょっと、うん、だから今後教職員になるために本採用でね、うん、今勉強必死に頑張ってて採用された後にだからもう黒歴史みたいな扱いになっちゃってるのよ。一応なんかお笑いやってたことはもう言わないこうかなと思って今後。そう、それであの今回ツイキャスとか YouTube でももう顔出しは NG ってことで、なんかハードルが上がるじゃないですか。なんかお笑い芸人やってたよってこの学校で言ったら。いや別にハードル上がらないよ、だって見た目で面白くなさそうなのに。そんなハードル上げるわけないさ。いやいや教員は上げるんすよハードル。勉強もお笑いも。だからね今日はだからちょっと顔出しはなし、はい、何それ顔出ししないしさ、まあ、でもすいませんっていうことで急に変な告知で来るしさ、はい、しかも今日本当はお前のポジションすごい人だったんでしょゲスト。あーなんか言ってたね。え大白熊さんが言ってた本来来る予定だった人。あまあバラシになったんですけどね、うん、まあまあ決まらなかったんでなしにはなったんですけど、すっごい大物の人がいる、まあ名前出さんけど言えないけどね。あもう言えないぐらい大物なんですね。すっごい大物の人が来る予定だったけど、うん、そうそう、いやお前ってなったからこっちサイド。おあそれでちょっと怒ってるんですね。ちょっと待って武器お前のタスポッシュもおかしいから。お前もおーっておかしいから。お前はお前で呼んだ側だからどっちに守ってくれよ。ずっとどっちにつこうか迷ってる。なんかなあちょっと待って一回停止しよう。こいつおかしいよな。僕とそば匠さんもこのやり合うっていうテンションで来てるけど、お前はそっち側にいてほしいわけよ。でもちょいちょい俺の方でも見切れてくるから、だから俺は俺でやりづらいし、ジャニスケもやりづらいわけよ。ずっとそうですかねプキーさんで。だからたまにだから悪いところ俺もそのなんか言ったり来たりする。だから俺なんか楽しいのよ喧嘩してる人見るの。喧嘩してる人見るの楽しいからちょっとなんていうの、一番は黒幕みたいなポジションでいたいの。なんかそれ面白いさ。どういうことだわそのポジションは。じゃあもう、はい、分かった、はい、じゃあもうそれはもうあのいろいろやったけんはもう許すわ。俺は許す、心広いから俺許す。ああ解決、ありがとうございます。そう俺は心広いから許すけど、逆にその最後改めてそのボイラーの件に関しては謝罪欲しい。はい、そう心広いから。いやこいつ伝えないとわからないですよ。俺が心広いっていうのを伝えないとわからない。心広い人見たことないから。心死んでるから。はいはい、心広いそば匠さんありがとうございます。はい、その姿勢、その姿勢、こんなに怒ってる人目の前にしてるんだから、はいはい、嘘でもいいからテンション上げてこい。これマジでまた言われる何ヶ月かずっとこれこのことを。CM 行くわ。それでは続いてゆいパックプロデュース。いや待って。行きにくいな。はい、というわけで、すいませんね、メールの方もお待ちしておりますのでよろしくお願いします。メールアドレスがorigin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。それでは一旦 CM です、どうぞ。 FM 那覇島マース本舗株式会社青い海、沖縄の塩作りを復活させたいという思いから皆様の食生活に寄り添ってきました。これまでもこれからもおいしいの起点に、島マース本舗株式会社青い海。この酸っぱいマンつまめる梅肉、プニプニしててデージおいしい。
マジで？だ、一個ちょうだい。なんで私の肉つまんでるわけ？つまんで楽しい新食感、酸っぱいマンつまめる梅肉販売中。上任し店。春の新生活応援企画ゆいパックプロジェクト。さあ、ゆいパックプロジェクトとはコロナ禍での新生活を応援する島マース本舗株式会社青い海、酸っぱいマンの上まかし店の提供でお送りします。ゆいパックはですね、コロナで会えない友人恋人家族にラジオメッセージで思いを伝えるプロジェクトです。4月は出会いと別れの季節、会えなくても気持ちは伝えられる、あなたからあの人へ、思いのこもったメッセージを番組で紹介します。はい、さあ本日もメッセージ来ております。はい、来ております。ずっと俺エコーかかってんのごめんなさいごめんなさい、ずっとエコーかかってちょっと恥ずかしかったです、すいません。はい、メッセージ来ております。めっちゃかかってるしこれだいぶかかってるしエコー。はい、メッセージ来ておりますよ。今日ね、いっぱい来てる。いっぱい来てる。ね。今日でラストなんですよ。いや、そうなんですよ。畳みかけでドワーって。だから好評だったってことですからね、この企画。そうですよ。で、もうこの送りたい送りたいということで今日4通来てますから。じゃあ早速ね。来てますよ。ありがとうございます。読み上げたいと思います。はい、お願いします。ラジオネーム、ジャック君の相棒さんからいただきました。ジャック君の相棒さん。オリジンの皆さんこんにちは。こんにちは。ジャック君の相棒と申します。はい、今回ゆいパックプロジェクトを知って内地にいる親友に沖縄の詰め合わせを送れたらいいなと思い応募しました。うん、住んでるところも遠いしコロナで遊びに行くのも行きにくいので、沖縄の空気を届けられたら嬉しいですということで、じゃあメッセージいただきました。ありがとうございます。はい、ジャミル先輩のファンへ、お久しぶりです。 LINE や電話では頻繁に連絡を取ってますが、ラジオを通してという形は初めてですね。うん、最後に会ったのがあなたが沖縄に遊びに来てくれた時なので、もう1年以上会えていないですね。うん、次は私が会いに行く番だねって言ってたのにコロナで会いに行けなくてとても寂しいな。毎日のように一緒にご飯を食べたりバイトしたり飲みに行ったりしてたのが懐かしいです。全然会う予定は立てられないけど少しでも沖縄の空気が伝わると嬉しいです。ゆいパックには甘いものも入ってるといいね。うん、コロナが落ち着いたら今度は私から会いに行くさね。それではやりたいことたくさん考えときましょうね。そっちはやっと暖かくなってきたと思うけど季節の変わり目でもあるから体調に気をつけてください。それではジャック君の相棒さんよりいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ジャック君の相棒さんね、ジャミル先輩。ジャミル先輩、まあ先輩でしょうね。ジャック君の相棒さんなんですよね。そう、ジャック君の相棒さんがジャミル先輩に送ったメール。そうだから、ジャック君、あ、ややこしいな。ジャミル先輩のファンへ。ジャミル先輩はまた別でいるんだ。じゃあジャック君の相棒は今回登場してないんですね。ジャック君の違うか相棒、ジャック君は登場してないってことか。違う、もう分からん。ジャック君の相棒は登場してるけどジャック君は登場してないってことな。ジャミル先輩も登場してない。ジャミル先輩も登場してない。誰が誰だか分かってないんですよ。なるほどね。あ、でもこれすごいシステムだな。すごいな。ラジオネームって大切だな。隠すからね、ラジオネームというのは。まずそのためにあるけど、めちゃめちゃ隠しきってる出し方だから。そうな。まあこうやってね、先輩のファン かねえ、そうもう関係性の話はやめよう。単純にややこしいから。あ、まあでもこうやって連絡取り合ってる。だから本土の方と沖縄の方かな。そっか、LINE や電話はしてるんです ね。ラジオを通してという形は初めてですねって。もうそれは絶対初めてですからね。こんな形でっていうのだ。聞いてくれてると嬉しいですもんね。これを直接今 Now で、これ今回だから企画やってるじゃないですか。うん、こうやって、はい、これあのいついつのオリジンアワーっていう番組あるから金曜日聞いてねとかって言うんかな。あ、そのこれって大城くんさん、あれなんですか、この企画読まれますよっていうメールはこの届けた人には届いてるんですか。届いてない。あ、じゃあもうだ、あ、ね、何が読まれるか分かってない状態。自分のが呼ばれるか読まれないか分からない状態で、うん、今、まあでも手紙と的に聞いてたらね、その粗品を届けるってことだからね。そう、まあいいな。うん、あ、まあまあね、この時期はねちょっとコロナもあるし。そうね。
あんま県外、県内から県外へ行くことがちょっと控えてくださいみたいな感じになってんですよ今。うん、まあ逆もしっかりでしょ、ね、まあ沖縄観光の、まあ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  ね、落ち着いてからちょっとね、うん、ぜひ遊びに来てくださいよこの、ねジャンミール先輩のファンさん、ね、合ってるよな関係性、はい、ぜひね遊びに来てください、ね、もう次回はねあのジャック君のねこともちょっと書いていただければ、ねうん、俺ジャミル先輩気になるなそう、なんかパンクバンドのボーカルやってそうだな、絶対チャラついた感じの財布にチェーンつけてるいや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 、わかんないそれ。じゃあ続いてメールいきましょうか、はい、ラジオネーム、マミーさんよりいただきました、ありがとうございます、うちのお隣さんご一家へ、こんな時ではないとなかなかありがとうを伝えられないのでこの場をお借りいたします。内地から見ず知らずの沖縄に来てもう8年9年になります、うん、いつも台風や家のことで困った時は旦那さんが助けてくれ、車なので困った時はお兄ちゃんが助けてくれ、うん、私のことを気遣い温かいご飯や新鮮なお魚を奥様がいつもくださり、一生懸命仕事や子育てを頑張っているのにお忙しい中でも優しい言葉と笑顔でいつもお声掛けしてくれる娘さん、はい、そして何よりこんにちは〇〇さんって私をおばちゃんとは言わず、うん、いつも元気いっぱいの笑顔で必ず呼びかけてくれる男の子兄弟の子供さんたち、うん、今でもプレゼントに添えられたメンズからのラブレターはお隣の子供さんたちからだけなので大切に持っています、うん、今までいっぱいお世話になりっぱなしですがコロナで仕事がなくなり知らない土地での自粛生活は孤独と不安で押しつぶされそうになりました、ね、そんな中うちのお隣さんがいたことでどれだけ食事面も心の面も助けていただいたでしょうか。実家にも帰ることができない状態だったので本当に感謝しきれません、うん、甘えさせてもらってばかりですが沖縄を離れずこれからも頑張っていこうと思っているのでこれからもうるさいうちのファミリーかっこ私と犬をよろしくお願いいたします。いやあ、マミーさんありがとうございます。いいですね、あったかいな、わあすごいな、お隣さんの家族が、ね、めちゃくちゃ素晴らしい人だな。マミーさん正直俺優しいんだ、人見知りするから、うん、あんまり挨拶とかできないのよ。ちょっとアパートのお隣さんとね、お隣さんとかと分かる分かる。でもこうやって食事面ってことはなんかお裾分けってことでしょ、あの作りすぎちゃったんでどうぞみたいなとかな、そのパターン優しいよな。ないけどな、住んでてないけどね、ないよな。実家はあったかもしれんけど、実家から出て自分で生きようって決めてからはもう家にお隣さんからっていうのがないね。まあそうだよな、そういう時代なんかな。でもそういう時代さ、コロナのこともあるしちょっと冷め切ってしまってるというかイメージよ、まあ、挨拶も行くのもちょっとなっていうのもね、人もいるでしょう。でも引っ越してきた時ね、違うんだこれ、暖かいからな。いやすごいよな、だからこのお隣さん一家、でもこれをお隣さん一家へっていう手紙と粗品が届くってことでしょ、うん、うんうんうん。じゃあもうなんかちょっと会った時照れるような、多分身近に会えるからな。ああいやだから身近に会えるからこそ、そう直接このストレートでは言い切れんっていうのもあるんじゃない。これ粗品もらったんですけど、うん、いっぱいあるのであなたにもって言ったら面白いよ、ね、いやそれはいやお前たちに対して渡したのにストレートだろそれはどういうことってなるだろ。多すぎたのでもらったのってあなたもどうですか。いやでもすごいね、いいですね、助け合っていきましょう。こんなエピソードがあるんだな今、うん、いい話でした、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ続いていきましょう、みおんちゃんかのんちゃんへ、5年生と2年生進級おめでとうございます、うん、コロナが心配でなかなかおじいちゃんおばあちゃんの家にも行けなくなってしまいましたね、先日私たちが用事で行った時に知らない猫がいたよ。やっぱりおばあちゃんは少し寂しいんだはずね。マリンネーネーとシュンニーニーはバレーを頑張ってるかな。ゆいパックが届いたら学校から帰ってお家で食べるお菓子が入ってるといいんだけど、キューボンとお正月には会えるかな、うん、今度学校で会ったことを話してね。みおんちゃんかのんちゃんのお家に行った帰りに大里の EM 玉木牧場アイスクリームを食べる、うん、楽しみがめっきり減ってしまいました。知ってる知ってる。でも大好きなニーニーは全然痩せません、高校生になって8キロ痩せたマリンちゃん、アドバイスよろしくお願いします。それではということで、ソフトクリームハサンよりいただきました。はい、ありがとうございます。いいお兄ちゃんだな、お兄ちゃんね、死に22だな、22だな、EM 玉木牧場ね、あ大里のね、めっちゃうまいとこ、あ行ったことないな、あっちあっちめちゃめちゃうまい、
EM 玉木牧場さんが、まあ、その牛乳の扱ってるお店で、そこから直接みたいな感じで、めちゃめちゃ美味しい牛乳で、あれ稲峰十字路のところ、あ、そうだね、あの急所上がっていくとこ、急所のところじゃない、そう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 、急所の方は反対側上がっていくとこ、坂登っていくところ、あっちのみんなゴルフ打ちっぱなしできるところや、そうそうそう、ね、なんだわ、そのたまに道の話になったら沖縄の人特有のちょい方言になる、あのおっさん、おっさんたち、おっさんの口調になるやつ、あっちな、あっち提言まっすぐ行けばみたいな話どうか、あっちあっち、いやでもね、こんなってみおんちゃんかのんちゃんとかね、5年生2年生新規おめでとうって言えた、うん、いやー言えないね、周りでもね、身内とかでもおめでとうってストレートに言えないし、ね、マリンネーネーとシュンニーニーはね、バレー頑張ってんのかな、そういうね、ね、家族って温かいから羨ましいなって思うな、マジで、親戚とかもな、あえてな、ストレートに言いたいし、でも言えない、ちょっと恥ずいさ、思春期になってったら、まあな、今ちょうど思春期になる可能性もあるしな、小学5年生とかだったらな、そうだからさ、今こう逆にこのメールだからいいかもしれないね、今もう LINE っていう機能があるさ、はい、LINE でもちょっと言うの恥ずいみたいな傾向あるでしょ、絶対家族でも、うんうんうん、あえて逆にこういう手紙でメッセージを伝えるっていうのが一番いいですよね。でも大城くんさん、これあれですよね、メールは手書きとかじゃなくて、あのパソコンで打ち込んだやつ、あ、ちょっとそれは感じられんな、いや違う違う、鉛筆で書いてないから冷たいなじゃないばよ、大城くんさんが頑張って鉛筆で手書きで書いてくださいよ、違う違う、別にいいばよ、嘘でもいいから、そこはいいやし、当の本人が書いた風にやればいいのに、そこまで感じてないわけ手紙文章だけでありがたい、ね、ありがたいからね、はい、はい、ありがとうございます。では続いて、いきましょう、ね、ラストですか、次、はい、はい、ラジオネーム南のものさんからいただきました、ありがとうございます、メッセージ、北代表の先輩へ、うん、お久しぶりです、お元気でしょうか、卒業してからお互い住んでるところが東北の端っこで、あ、南北の端っこでめったに会えなくなってしまい、とても寂しいです、うん、でもそんな時にこのプロジェクトを知り、南の島生まれの私は、北代表先輩を思い出しました、北大東島って言いたくなるよ、そう言いたくなったの、うんうん、あとさっきの先輩結構いるな結構先輩に対してなんかあれだな、いいよいいよ、ややこしくなるから、ジオン先輩の、あ、ジャミル先輩か、ジャミル先輩が出てくるからでも北代表先輩を思い出しました、はい、次に会った時に北の名産名所巡りに連れてってください、うん、そちらはやっと桜が咲く時期ですが、まだ寒い日もあると思うので体調には気をつけてください、ませませ、それではということで、ありがとうございます、南野さん、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、北の名産名所巡りに連れてってください、あ、そっか、もうじゃあ北海道の人に な抜けていってるのかもしれんな、うん、逆だね、真逆だね、沖縄と北海道だから、俺マジで北海道行ってみたいんだよな、人生で一度で、いや俺も一回も行ったことないけどなあ、死に勇気いらん、めっちゃ寒いっていうイメージあるさ、いや俺はもう沖縄に住みたくない人だから、寒い寒いところを一回体験したいのよ、あ、暑いところが苦手だから、そうで一回北海道で寒さの極限状態だから、沖縄がもう暑さの極限状態だとしたら、だから一回味わって、あ、じゃあやっぱ、うん、愛媛あたりに住もってなんかなりたい。いやなんだわ。どっちよや。バランス取って。あ、やっぱ愛媛の方がいい、それよかったわ、嫌だったわ、どっちだわってなるから。高知の方がいいなってなりたい。間を取ってってこと。取って住みやすいなってなりたいな。北海道行ってみたいな。行ってみたいな、北代表の先輩ね。なんかこの旅行行って北海道とか行って、その知り合いの方がいるって羨ましいですよね。な。名所巡りして案内してくれる人とか。しかももしだから北代表先輩が北海道の人だとして。うん、本当に名所巡るっつったら北海道回れんだろ、いや、まあまあ、だって次のマックスバリューまで800キロとかあるらしいからな標識でなんでマックスバリュー限定だわとか、なんか一応標識が100キロ単位やんばっていう、そう、あるからな、そっか、でももう桁違いだからな、沖縄とは広さが全然違うからな、北海道、いや、ぜひね、僕らももし北海道に行った時、ぜひ行ってみたいな、てくださいよ、うん、名産物とかなんか食べたいね、めちゃめちゃ、コロナが落ち着いてね、遊びに来てください、遊びに行ってください、はいはい、ありがとうございます、ありがとうございます、さあというわけでいただいたメール以上で、以上ですね、はい、さあというわけで、ゆいパックプロジェクトはですね、本日4月16日で終了でございます、あー寂しい、はい、たくさんのご応募を皆さんありがとうございました、はいはい、ねえ、もうめちゃめちゃだから月から金までラジオ
やってまして、いやでもありがたいね、好評でメール来てましたからね、うん、ありがたいですよ本当に、うん、当選者の方にはご案内のメールをお送りします。メッセージとゆいパックは4月末までにお届けします。はい、というわけでゆいパックプロジェクトはコロナ禍での新生活を応援するシママース本舗株式会社青い海、酸っぱいマンの上任し店の提供でお送りしました。ベンビー32歳と大峰源太郎75歳のウチナーグチナウ。さあ今回ご紹介する言葉はこちら、ねんねん、はい、これねん変な感じだけどね、これないという意味ね。ねーらんと言ったりもするしね、仕事ねーらんでじなとんどとかね、仕事もないさ、こんな感じ。じゃあ早速使い方見てみましょう、どうぞ。あげねんさポケット、あやっぱりねんさ。源太郎さん何か探してるんすか。うん、なんでもない。ヤシがねんさ。何かなくしたんすか。いや、まあ前からなかったかも。だから何がないんすか。若さ。源太郎さん、一緒に探しましょう。こんな風に使ってね、またね。さあ、小屋どっこいのオリジナルは後半戦でございます。はい、お願いします。じゃあ、リスケも来てます、はい、ではツイキャスの方もね、ごめんなさい、ちょっといろいろ来てるんですけれども、はい、忘れてました。キューグスカシのオレさんから、いい企画ですよねと、ゆいパックプロジェクトね、うん、これマジいい企画だなって思いましたね、うん、ね、本当に。あ、ここで俺さんから会った時ぐらいは挨拶しろっていうことで、はい、あ、お隣さんとね。あ、俺のことかな。いやでも挨拶はしてるんですよ。挨拶はちゃんとしてる。あの、なんていうの、スみたいな。でも分かる分かる分かる。えしゃくみたいな。分からんでもないよ。そう、スっていう。お互い牽制し合うやつでしょ。おはようございますの、はい、このスっていう。言うか言わんかね。だからこれを俺は挨拶とカウントしてんから。うん。そうだからなんていうの、このそれは確かに挨拶ではないな。あ、おはようございます、あ、今日いい天気ですねぐらいの、どんなテンションでいく。俺が、俺は相手の出方による、相手の出方による。あ、待つんだ、俺行くわけよ自分から。うわー、行きそう。だから行った時に、俺行った時に相手がスってなるのが怖いから行きたくないのよ。行ってスはないんじゃないですか。あります。あ、でも行ってスあるよ。あるよ、全然。こっちから明るめに全然あるスってあります。そうそう、俺もどちらかといえば人見知りタイプだからスタイプだ。俺ごめんだけど行ってスってなったら死に切れるタイプ俺。お前ボイラーも切れるな。相手側も、はい、ああ相手も急に過ぎて、あ、分かる分かる、相手が数待ちだったパターンだ、うん、数待ちだった相手はもう素の状態だったのに、うん、急にうわ挨拶してきよった、マジやばい、どうしよう、うん、なんて返す、あ、やばいやばい、うん、なるよな、どっちのパターンもなる、やっぱそう。俺もう全然普通におはようございますぐらいで、だから俺職場の人かなって思われるぐらいのテンションで行くから、あ、すごいな、おはようございますぐらいで行くから。俺無理なんだよな、人見知っちゃうんだよな、吸っちゃうんだよな、俺吸ってなっちゃう。吸ってでいいな、それ、あの差し出すみたいな感じ言ってるけど、まあ、ぐらいの挨拶はするけどね、うん、確かになんか昔に比べてやらなくなってるかもしれないですね。あ、まあな、うん、お前一軒家でしょ、ジャリスケ一軒家です。なんかある、そういうの、お隣さんと。お隣さんですか、うん、一応昔はあのちゃんと挨拶し合ってた感じがあるんですけど、僕が車の運転間違って前のお家の人の門にぶつけて以来巣になりました、ね、いや原因よや。あの上等車や。あ、いや上等車です、あの大学生の時に初めての車で、あ、中古のやつか、そうそうそう、それでこの曲がりきれずに、うん、もうガーンってやってぶつけて、ぶつけてそっから巣、うん、そうぶつけた瞬間巣になりましたね。それは巣ってなるわ。お前もお前がなってるってこと。いや、相手がなってるのか、うん、一応お前おはようございますって生きるんだ、しかもしかもあの門を守ろうとしてたのにあのぶつけちゃったんで、相手の人は。あ、じゃあ目の前で見てるからな、うん、こいつ曲がりきれんはず、どうしよう、門どうしようって言って、でも結局車来るから守らずに避けるじゃないですか。ああ、で避けてガーンってぶつかったんで、うわ、なんじゃそりゃ、仲悪いんだ、じゃあもうバチバチだよ、バチバチだな。
お前なんかみんなとバチバチしてんな。お前ええ、そばしょうさんの、まあそばしょうさんが悪いですけどね。なんかめっちゃバチバチしてんな。あれどう、あの中村誠也と酒屋美香と名前出すなよ。おらおら出た出た出た。こちんだの今教員やってる二人。そうそう。おいおいおい、名前出すね。共通の友達な。どっちかと言ったら酒屋美香が聞いてるぞ絶対。あでもどっちかと言ったらな、酒屋美香結婚しましたからね。あえおめでとうございます、はい、いや続ければ酒屋美香の話前普通に話せやし。与那峰だったかな、与那峰美香になったのかな。いや、いいよ別にそこまで言わない。マジ酒屋美香デージお父に似てたよな。死に名前出すやし。似てるけどマジ白髪にしたら弟だったもん絶対。いい可愛いやし。あのスターバックスコーヒーと女の子の顔入れ替えアプリあっただろう。なんかそれ、なんだもさ、あったさ顔入れ替えアプリ。YouTube の広告にあるあのちっちゃい子がどんどんこう大人になって、うん、おじいちゃんとかになっていく顔写真のアプリみたいな。いや その例えもピンとこない。あれじゃ全然わからん。あれもうずっとそのままですよ。食った二人何言ってるばい。人の勝手に同級生の名前出して分かるけど俺の例えの方が良かったよ。絶対あのフェイス、あの顔変えるやつね、顔変えるアプリね。弟やっても一緒だな。そんぐらい似てるってこと。そう似てた。坂井美が元気かな。いやだから結婚もして、聖夜もあのいいいい中村聖夜もあの席入れたんだったかな。席あそうなの、うん、え浦添ウィンドウの、いや浦添の関さんじゃなくて、ああそっちの関か、ごめんごめん。何そのボケはどっち。また知らんやつ伝わってんの。そうお互いで、また知らんやつでかぶせるなっていうボケだった、ごめん。ボケの方の関さんね。ごめんごめん、ごめんごめん。なんかそうそう両方ともなんか順風満帆。いやもういいよや。はい、だからそうそうそうじゃないわよ。だからその今言った俺たち地元コチンダの2人も教職員やってて、うん、だからジャリスケも今からもうね試験頑張って本採用してっていう。いやだから今何先生の試験を受けようとしてるんでしょ。あそういうことです。はい。で一応あのなんか小学校の先生として壇上には立ってたんでしょ、うん、あこのまあ4月までは臨任っていう、はい、臨任教諭みたいな。なんかなあるあるないの、なんか小学校あるあるみたいな。あるあるっすか。あるあるでもないけど、まあなんか それなりに面白い話持ってこいよ。だからミーカー、こっち来たんだ。高いな、ミーカーとセイヤーが爆笑できるぐらいの。なんで限定だあの知り合いだから。セイヤ絶対笑わんからな。いや分からんって。知らんよ。もういいよや、名前出すの。セイヤめっちゃ出すやん。セイヤパトカーの話しないと笑わないで。いいよやいいよや、その知らんよ。セイヤも久しぶりだけど。警察のこと札って言うしね。ダサいな。厨房かや。チェーンつけてるしね財布に。ダサいの。こっちならダサいやつしかいないな。とんがった顔とんがった。チェーンつけるやつかチェーンか。いいやし、とんがったやつはいいやし。チェーンは分かるけど、いいよダサいのいいよ。まあまあ、あでもなんか意識したのが、うん、なんか子供ってやっぱ先生の真似するので、あーなんかでもそんな感じあるのかな。そうそうそう、ちょっとあのわざと真似させようかなって思って、うん、あのなるほどね。そうそうそう、なんか癖をなんか作ろうと思って、あえて面白くね、あえて、うん、でだから小さいっていうのを、うん、この1年間ずっと小さいって言い続けたんですよ僕。はい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 、で今癖でそれも言っちゃうようになってるんですけど、まあんま言わんよね小さいって。小さい小さいとか言うもん。なんか算数の時にこの小さい正方形あるでしょとか、うん、なんか国語のこたかし君となんとか君どっちの方がまだ小さいかなとか、なんかそんなやってたら、うん、やっぱ子供も裏でなんか真似し始めて、うん、なんかちいちゃいちいちゃい言ってて、でそれを見て、うん、お前ら真似してるつもりだろうけど全て俺の手のひらの上だからなって思ってました、ね、なんだデジ嫌な先生やしこいつ。わざとお前たちに笑われるように仕向けてんだぞ。そうそうそう、真似させてる、真似してるの見てお前らは俺の真似をしてるつもりだろうけど、ごめんだけどこれはもう私があげた餌だよっていうのをデジ嫌な先生だな。お前よくモテたな。1年間2年間か。何それは、お前は目的としてだ笑わそうとしてやったわけじゃないんでしょ。じゃなくてなんかこの楽しいモノマネをして欲しかったんだ。楽しみながらやりたいじゃないですか。でもそういう先生ってとっつきやすいというかな。なんか怖い先生よりはそっちの先生の方がいいもんな。密かに、そうそうそう。あまあね。でもなんかお前いじってる感じで来てるけども、すべては俺の手のひらの上の。だなんだもんそのだから感想。そうそうそう。いいやし別に、あ真似してくれてるありがとうぐらいでいいやし。所詮ねまだまだちいちゃいなお前らみたいな。言うなもうそれ以上。先生できんくなるぞお前。
まあまあみたいな。でもはい、子供も素直でね、とってもはい楽しかったです。可愛いでしょ子供、うん、小学生、まあ、一応5年生持ってたので、あ、ちょっと5年生か、ちょっと思春期の時期とかもそっかあるから、なんか面白かったっすね。なんかこの しかもちょっとコロナの影響もあるのか、うん、なんか写真とか撮るときもなんかもうマスク取りたがらないとか。あー、なるほどね。この女の子が、小学生がそんな気使ってんの？女の子が、いや多分このコロナっていうことだけじゃなくて、うん、なんか思春期ってあんま写真写りたくないとか、あ、なんかそんな感じですか。はいはいはい、まあ分かる分かる。それにそのまま、いや、その写ってたさ、高校生の時に川口さん。違う違う、ボタン開けてね、何回やすんのこれ。ダルピースもしてたさ。するやし高校生はみんな。え、ずるいし、やればよかったな写真撮影で自分。ジルネブッククリー。あ、先生。先生、先生でやればよかった。ぬれめ、ぬれ。じゃあ今となるズーキーさんが、まあなんかそういうのとかもありましたね。なんかマスク取りたがらん写真撮る。いやでもなんか聞いたこと、あのニュースで一回見たんだけど、思い出のアルバムの写真とかあんまないから、うん、コロナで、あの学校時代が休みとかで、あ、まあ多いからね。今、はい、アルバムが動くアルバムみたいなやつもあんのよね。動くアルバム、そうアルバムあるさ、写真さ、普通だったらあの結婚式披露宴の時流れるみたいなやつ。いや、ね、普通にアルバムなのよ、まず。あ、アルバム、うん、それにね、携帯のアプリで、携帯でこの写真をかざしたら、うん、写真が携帯の中で動くわけよ。ムービーになるわ。すごいな。すっごいハイテクなアルバムがあって、へ、これが今もうコロナの間、学校休みの期間中とかあって写真が足りませんと、うん、だから逆にその動くアルバムを作りましょうっていうことで、で楽しんでと、そう、全学校やってるかは分からんけど、そのニュースで見たことあります。すごいな、すごいよな、これ。初めて聞いたの。相当じゃあすごい学校かもしれないですね、うん。だからこういう感じもあるんだなと思って、学校でもませてるな、小学5年生で。だから、まあ、女の子はあるのかな、顔見せたくないっつって、うん、だからわざとマスクしてるみたいな。なんか写真恥ずかしいとか、そうそうそう、なんかそんな見て、あ、そっか5年生ってそんな時期なんだとか。いや、思春期なの分かるよ、うん、絶対そうでしょ。なんか男の子女の子でね、なんかこう、まあちょっと嫌がったりとか、うん、男と同じグループ嫌だとか、はい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 、はい、そうそうそう、男女の壁ね。なんか俺らだって願い下げたいみたいな、あったあるあるあるみたいな、なんかあったよな、なんかそったよな、あ、そんなもそう見て、あ、中学生の時とかな、なんかいやいや女子とや仲良くしてるやしつってな、あ、女マサーって言われてる、あ、そうそうそう、女マサーやって、女メーサーだってさ、俺なんか、あ、俺たちメーサーだ、メーサーっていう、女マサーだったな、あんま良くないけどな、あ、っていうのあったな。だから小学5年生からもあるよな、そうそうそう、だからね、今はそうかもしれないけど、あの優しくした方がいいよ将来的にっていう話を、ね、あ、知ってんだけど、だけどみんなやっぱまだそれは分からないですね。なんかだから面白いなって思ってます。その消火器のボタンかっ、もう我慢できずに押しちゃう男児とかいないの？いや、いないっすよ。いないか。いたんすか、そんな人。いたんじゃない？逆に2年に1回ぐらいなってたよ。いやいや、あ、でもなってた、なってた、なってたよな、なってた、なってた、なってた、あ、フラーが押してるやつだって、いたよ。みんな折り取り子だったんでね、うん、あ、大丈夫でした。メールもいただいてるので読めるかな。あ、来てる、いついけるかな、来週にします。はいはい、はい、じゃあごめんなさい、来週ちょっとあれしましょうかね、うん、すいませんね、はい、ありがとうございます。いや、ジャリスケ頑張ってよ。じゃあもう満足、ジャリスケ。いや、まあでもはい、あの仲直りできたんで。いや、別に俺仲直りしたつもりないけどね。もうやめてよ、もう許してはいるけど仲直りしたつもり。あ、もう分かったよ、じゃあ来週に、じゃあまたやるか、じゃあ。あ、ちょっと来週あの勉強があるんで再来週でもう大丈夫ですか。いや、いいよや。なんだ、なんで出れるわや。一応芸人の時あんなに遠い存在だったオリジンアワーに、やめたら出れるんすね。とっても遠い存在だったんで、オリジンアワー。そっか、あ、確かに先輩たちがやってるな。芸人中全然ラジオ出なかったのに。全然オリジンアワー出なかったんで。お、やめてすぐ出れたもん。すごいな。だからもう勉強になるはずな、はい、やめ続けたらね、いい子、これ点が多くなるはずな、はい、これからもやめ続けたいと思います。なんだ、やめ続けたいって。やめりゃ他の後輩芸人がそういう考えになったらどうするの。やめてること続けるってなんだろう、右側から。はい、まあ、また。いや、でもありがとうございます、ね、はい、いえ、こちらこそありがとうございました。ありがとう、はい、二度と来ないでください。え、マジ
いいよや。マジで違うさや、お笑いさや。あんたそのいじり。はい、ありがとうございました。さあ、というわけで、本日のお相手はすっとこどっこいそばじょうと、すっとこどっこいプーキーと、そしてジャリスケでした。ありがとうございました。また次回お会いしましょう。良い週末を。また来週。